新規一点っつって、はい、俺らは何回新規一点するんだろうね。お互いやり方わかんないしね。わかんない、はい、うん、新人だったし、まあ、今もわかんないけどね。おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。久しぶりですね、本当に2年ぶりですって。また一緒にやるとは思わなかったけど、こっちの、まあ、言いたいことは山ほどあるんで、今日なんで喧嘩越しなの、はい、喧嘩越しじゃん朝から。いやもう2年間たまりたまったものが今日あるから。そんなに悪いことはしてないけど。悪いことはした。それも含めて俺も後で全部やるから。あ、そう、はい、とりあえず俺が呼ばれた経緯だけ説明して。そうだね。いや、くまちゃむさんが、うん、ちょっと喉 の、 調子がおかしいということで、あのお医者さんに行った時に、うん、ちょっと手術をしなきゃいけないとなってしまって、今ちょっと声が発することができないです。で、急遽、呼ばれました。代打だ、後輩の代打だ。横にね、頑張ってくださいっつって。そうですね、気がしますけど。今日はあのね、喉痛いんでしょ。まあ休み、休みだった。喋れないんだよね。本当は休みだったんだけど、あの集合場所行ったらいたの。ここそう、喋れないからね。そう、今ね、ヒッチハイクみたいになってるけど。あ、出ましたね。よっ、イケメンということでね、ちょっと舐めてますね。かっこ悪いです。これはあれだね、かっこ悪い瞬間を想定してたね。いろんな想定があったんだね。急な。じゃあイケメンとね、はい、UND の何でしたっけ、学生時代のあだ名モンスターです。はい、じゃあイケメンとモンスターで今日もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、というわけで久々のサバイバルスロット、僕ファンキージャグラーから選んだんですけれども、そうね、まあ、今日使えるのが一応3万1000と34枚かな、はいはい、ああ、なるほど、うん、やべ、マスク落ちてくんな、これまた俺今日マスクいじりすぎって言われるんじゃねえか。ファーストシーズンの髪の毛いじりすぎでプチ炎上問題が発生するんじゃないか。懐かしいね。僕今日ちょっとマスクいじります、すいません。こういうの先に言っとくのが大事だから。ただまあ今日やっていく上でね、はい、上野 D 一個は謝んなきゃいけないことがあると思うんですよ。え、俺が、え、何、 どういうこと、俺謝ることはないけど。え、みんなには言ったの、その視聴者の方々と僕に対するあの裏切り。で、見てくれてる人の中にさ、うん、上野 D 待ってましたってコメントがあった以上はそれはもう通らんよ。ありがたい。でもすごい嬉しかったもん。主に俺に謝ってほしい。僕ツイッターでね、うん、ちょっとセンチメンタルな日があったんですよ。ポエム的なことをつぶやきたい日が。あ、そうなんだ。その時にね、うん、まあ、サバイバルスロットすげえ楽しかったんで、はい、またいつか僕が売れた時に、はいはい、上野 D と一緒にできたらいいなって、うんうん、につぶやいたんですよ。その30分後ぐらいにね、うん、ふと編集部の方から LINE が来て、うんうん、来週上野 D の送別会あるよって言われたんです。あのさ、苦楽を共にした仲じゃんか。夜中までやったり、ね、LINE したじゃん、その後に。違う違う違う、それあれでしょ、ガンちゃんに報告してなかったのっていうのが来てからの俺にパスでしょ。あ、なんか編集部に言われて、お前ガンちゃんのツイッター見たみたいな。そうでしょ。いや見てねえけどって、うん、おい見ろよ。リストに入れろ俺だけ。俺とはいや連絡した方がいいんじゃないって言われて、うん、どうなんだろうね、まあ、見てる人ってどうなの。その僕がその会社辞めたっていうのは多分知ってるんですのかな。知らない、知るわけねえだ。俺にも言ってなかったんだから。なんで知ってんだよ。落ち着け、落ち着けよ、大人になったんだから。4年目だぞ。あ、なんか単に復活したんだな、サバスロって思ってるだろうけど、これ奇跡なんですよ。ちょうど1年前に辞めたんだけど、会社をね。で、会社に所属してない状態なのね、うん、仕事もらってる状態なのね、まあ、あれしょ、フリーターね。 俺と一緒ってこと。そう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 、うん、それでなんか自分だけさ、その辞めてなんかどっか行ってさ、うん、ふとまた始める。で、今日なんか朝ファミマの前にいたでしょ。そう、集合したじゃないですか、うんうん、うっすーみたいな。うっすーっすーみたいな感じでさ、なんか俺はすごいモヤモヤしたね、今日。うっすーみたいな感じで。そうだった。いつもオープニングあちの草むらで撮ってるんだよみたいな。俺サバイバルスロット1回目と2回目見たけど、すげえ心配してた。俺は不安じゃないけど、くまちゃむがやること、いや2人の距離感。
やつ絶対さもうディレクターが喋ってる以上はさ、うん、埋めていかないと面白くならないからさマジでいつまでくまちゃむさんって呼んでんだろこいつって思ってた。まあ理由としては一応クライアントだからクライアントってやめてもうお帰ってきてお願いウェルディ俺らのウェルディでいてくれよクライアントってかその社会にちょっとねもう本当に染まんないでくれ負けてしまって社会に染まんないでくれって編集部で仕事中なのに、うん、隣のビルの屋上で洗濯物干してるおじさんのことを眺めてた上で戻ってくれよできねえやつじゃんただのもう全然当たんねえなほんで今日俺3万なくなったら別に痛くも痒くもないから今日強えよ俺いやちょっと待って今日の俺は強え俺は何こう止めた方がいい俺引かねえやばい時に俺引かねえ何を見てきたのお前はこの4年間でどう成長したの人の迷惑をかけること何も思わなくなったってことそうじゃない上野にえそうじゃない何そうじゃない決めにいってんの違う違うそうじゃない私唯一の後輩なのでちゃんとやってくださいちゃんとはやってるよねちゃんとやってるんだよくまちゃんも俺唯一のそうだね後輩これ3話よねこれ3話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 くまちゃんもらった、うん、あの言うそうだよ3話で思い出した言うの忘れてたわ今回サバイバルスロット4回目までなんだあ、そういうこと？そう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 、うん、じゃあ次最終回だいやそうそう、だからあと2回なの今日入れて何枚目指すおい何枚目指すんでしたっけ5000枚いや無理だよ単独レグー設定的にはありがたいねとうおくまちゃんもありがとうまだマイナスなんだけどねいけ5000枚っていうことでね頑張るよとか4話で最終回かそうそう上から言われた上層部から上から、うん、上の人すぐ上から言われるもんねだから今日は5000枚はいかないにしても3000枚ぐらい出して3000枚ぐらい出しとかないと逆に次回厳しいよね、うん、次回厳しい、うん、おいお早っ単独単独レグだね設定的にありがたいね、うん、41ゲーム、うん、ガンジャーコロワー数どのぐらいいんのいや、見なくて大丈夫ですねえ4100人いるよ、うん、あれそうですねすごいじゃんいや、ありがたい、ありがたいよめちゃくちゃありがたいえ何年目だっけ4年目ですねあ3年半やってそっかもうなんか、そんだけやったらそんなもんかみたいな感じ今のああ、そっかいやお前も3年半やってんのかっていう声色えあ、大丈夫、クマちゃんも何人かなって確認だけね別に言わんくていいからね5372人だってくまちゃんってもう5年ぐらいやってるんでしたっけ5年目だっけ半年とかですよえ半年とかじゃないえあれもうそろそろ1年聞こえないちょっとなんかノイズが入るわごめんキャンセリングできてないごめんあこれなちょっと設定しないおいしょい使われるやつはいドンレグ最近俺のなんかファン層が変わってきてるからいや前はこのスロマガのチャンネルから見てくれてるとか多いけど、うん、なんだろうなバッチさんとかとも全ツパとかやってるしやってるね、うん、で個人チャンネルでゲームの配信もやってるし割とね今のイメージは真面目で誠実なタイプ、うん、あガンちゃん真面目だねとか優しいねっていう感じやめしかないじゃんあなた俺今日一応用意してるからねえ一応用意してるからねあ、そうなの？え、俺あれかと思った、その闇50音が完成したのか闇50音は、うん、それはそれでまだできてるよえ、あれ終わったんじゃないの闇50音はもうある、ま、もうあんの完成してるすげえな完成してるけど発表するとこないでしょ披露する場がないから覚えてない俺がイが家が燃えたとかウが生まれてこなきゃよかったそんな闇ないわそんな闇ないわない生まれてこなきゃいやいや生まれてこなきゃよかったもうただの死にかけの俺やないかそういうことでしょ闇50音って違う父親が飛んだとかああ軽いポップなやつだ、ま、眉毛を全剃りされたとかそういうやつポップさが足りねえって言われて父親が飛んだとかポップじゃねえポップじゃんどこがだ生まれてこなきゃよかった、まあ、ポップじゃないよもうだってあれでしょ結構地上波というかもうそこそこ出てるんでしょ今、スロットストリートああクビになりましたできたじゃん、す、できたじゃんすごいおいバカにしてんのか飲み物買ってくれ飲み物買ってきて、うん、絶対言うと思ったごめんねメロンソーダいや、言ってなかった上の広告、あ、出たあるよね上のでいないとき当たるやつね今上の広告状態マジで当たんだよな、上のでいねえと
薬病神だからあの人。よしほら上の D 広角、上の広角、あーあれくだ、あこんにちは、こんにちは、上の D 広角が終わっちゃった。どういうこと、当たったの。当たった、当たってる。いや俺の飲み物はないんですか。え持ってるでしょ、そこにあるじゃん。持ってる持ってないとかじゃないじゃないですか。何がその心意気心意気っていうか、まずあの2年ぶりにこのあって、いや今までそんな買ったことないじゃん。違う違う、だからこそよ。えじゃあ僕にはないんですか。え僕この前誕生日だったんですけど。この前っていつですか。11月30日です。あそこ誕生日一緒なんだっけそうだ俺そうだわそうだよ誕生日一緒じゃん。珍しく気持ち悪あ俺が結婚しないのってずっと言ってたけど、絶対結婚は僕しないですって言ってたから、言ってたね俺。その考えは変わったんかなってちょっと思った。いやでももともとさ俺結婚願望あるよ。えただなんだ切な主義だから。どういう今を生きてんのよ俺は。今を生きてるから未来の自分が見えないわけ。中二病。えな中二病って言ったか言ってない。もう27なんだ俺。いい年した大人がさ切なとか使うんじゃない。切な的主義は言うだろ別に。急にさサバスロをやるからって言わないじゃん上野 D に。辞めた人に。ああなんで上野 D にこの案件が来たのかなと思って。ああ結構いい話になっちゃうけどいい。あいいよいいよ。お前そういう話嫌いじゃん。それがサバイバルスロットじゃん。そういう光の部分嫌いじゃん。いや別にいい。端っこに逃げるじゃん。使わねえもんゴキブリみたいに。おいお俺がせっかく光の話聞いてやるっつって誰がゴキブリだよ。久々に会ってお前つまんなそうに聞くじゃん。朝の9時過ぎやったから11時だぞ。人の不幸をさ喜ぶ人じゃん。2時間経ってるのにゴキブリ。人の不幸が大好きなやつなのかちゃん最近どうなの。動画出てんの。え話切り替わったよ面白い、うん、もうこの話はいいやと思ってしてたあの熱いテンションになったのにようやく、うん、まあでもコロナの影響で全体的に仕事は多分業界の数が減ってるんで、うんうんうん、全体的に今もともとある数が減ってると思うんで。コロナ前は。コロナ前も別にないよあんま変わらず。今と俺は今とはあんま変わらずないってこと、ね、コロナって影響してんの。うるせえ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 みんな聞いてくるよ仕事減ったんすかみたいなこと。もともとねえんだよ、うん。仕事をください仕事をください俺にも。ちょっと待って今300ゲーム超えたんだな。304ゲームです。下皿もうねえんだ。今追加投資してますよ。あのねサバスロって喉枯れるんですよ、うん、だってずっと喋るから。特に前回はね10時から10時だからね。いやブラックだな今考えると。12時10時ってもうガチプロじゃん。もう今と比べて、ね、今スタッフがね来てくれてるかも。あさんが、ね、でもなんか朝聞いたら、うん、なんかクマちゃんの時は心配だから来るけど、うん、別にお前の時は来なくてもいいんだよねって言ってた。よかったじゃん頼られてんじゃん。え頼られてる。違う来いよ俺も言うて3年半なの来いよ、うん、敏感よそういうの。ほら愛情受けて育ってないから。安倍さんの目見てみ。死んでるじゃねえか朝ズボン破けて死んでるじゃねえかテンション下がってでもお前ボロカス言うやん。安倍さんが聞いてなくてよかったの。よかった。聞いてないの分かって言ってるから。ああそう。なんか近づいてきたってやべえな。やばい安倍さんが。いくら使っていいか。やばい喋るよりボーナスくださいほら不信感持たれて始めて。ごめんもう1万入れるね俺もいないかもしれない。おいビッグでしょ。オッケーナイスセセーコンセッテケドスー。何こいつレグよレグ王子。え今レグ5連続ですね割と、うんうん、8割ぐらい。よしよしおめでとう。いい話してるとこ、うん、よいしょおレグ、単独レグですね6回目。なんか右に右に安倍さんの右に安倍さんの回が感じるけどちょっとあんま見ないようにしましょうね。あんま見ないようにあんますいません。6連続レグですね、はい、今0の6です、はい、やだなって思ってて。あそうロッドープレミアムガコマシン上の D が言うんだねこれごめんごめんちょっと嬉しくて言っちゃった。来たガコマシンガーって俺がここまで出てたら上の D が言うんだ。左遷いくぜナイスビッグ。185ゲームビッグです。やっと引いたよ帰りま
もう用が済んだんだね。オッケー、じゃあピック引くのを見届けたんで帰ります。オッケー、あれおめでとう。お疲れした。ガンチョモ兄様よくやりましたね、うん、俺もそうよみたいなやつだと思ったら帰ります。お疲れ様です。昨日だって会議室で打ち合わせしたのね、軽く。おうおう。その時になんかホワイトボードがあってさ、うん、その前直前が企画会議みたいなやってたんだけどさ、うん、それがそのまま残っててさ、クマチョムの名前めっちゃ書いてあった。だよね、あ、うん、俺のは OK、なんもない、聞かなかった。大丈夫、大丈夫、忘れて。あ、大丈夫、忘れて。 あったあった。なんて書いてあった。あ、OK、OK。 今の OK、OK、間で全て理解してるから大丈夫。おいしょい、おいしょい。161ゲーム乗ってきたね。まだそんな乗ってないですね。ゴリゴリの追加投資ギリギリだったんで。はい、乗ってきたい。乗ってきた。おい、めでとう。ナイス、23ゲーム。はいや、1個前のビッグもチェリーからよね。覚えてない。あー、オッケー、うん、期待した俺がバカだった。じゃあ聞かなきゃいいじゃんね。なんで聞いたの。あのさ、森本レオさんみたいな喋り方やめてもらっていいですか。いやいや、なんで聞いたんだろうね。いやいや、それ言う必要ないよね。すごい、なんで聞いたんだ。ベックされてる。おめでとう。ガンちゃんも増えたの、レパートリーは。なんもだね。相変わらず何でもできるけど。あ、そう、うん、ピカチュウやっとく。ピカ。だいたい4年目、もう中堅じゃん。おっこい。言葉の刃が止まんねえな。うい、先ペカー。ビッグデッキ来たね。収束してきたんじゃないか、メロディ。4連続ビッグよ。あれ、これクマチャムがいなくなってから調子いいけど。やめろ、そういうこと。そういうこと言うんじゃない。えっていうか今日、いや俺思ったの、今日5000枚いったらやべえって。今日5000枚いったら次俺だよ。今まで見てくれてありがとうってお前が言うことは俺が言う。なんでだよ。で、俺の仕事が増えたの。いや俺の手からやろかい。ティッシュが山のようにあるの。花粉症なんですよ。何そのティッシュ、どうしたのそのティッシュ。ティッシュ、ティッシュ、うるさいの。いや、俺兄貴13個目なんで今40歳、確か。あ、なんか結構、ガンちゃんの原型を取るんだったらなんかシュッとしてんじゃない。取ってないでしょ。あ、でも、あの父親が違うから。あ、そうか。そう、原型とかはもともと違う。あ、ごめん、気をつけてね。闇魚十音の地、父親が違う。笑えよ。やめろ。ポップにしてやったんだから笑えよ。こっち向くんじゃねえ。笑えよ。喋んじゃねえ。喋んじゃねえよってなんて。喋んなきゃ動画成立しねえっす。こっち見て喋んじゃねえ。闇五十音以外ってなんか特技あんの。だ、一個仕入れてきてはいる。その最近鬼滅の刃流行ってるでしょ。ああ、なんか話題だね。そう、で、まあ、技名でさ、なんか全集中、うん、何々の呼吸、何の型みたいなでしょ。ああるね。俺といえば闇の呼吸じゃないですか、やっぱ、うん、まあ闇の呼吸1の方だけちょっと覚えてきてる、はい、闇柱です。味方のいっちゃん強えやつらじゃない。闇柱。闇柱中二病じゃん、絶対眼帯してるじゃん。それがでもダークレス柱脱世だね。一人脱世の来たやみたいな。闇柱。闇柱だけすげえ商品売れなくて在庫残ってる。恥ずかしいもんな、買うのな。何なのその型って、うん、1の型、ま、何々とか霹靂一閃みたいな。闇の呼吸の1の型はあれよ、自撮りしてる女子ライター大枚反転してるやつ全員ミュート。いや、なんか最近めちゃくちゃ多いんですよ。でもあれって別にね、モルアプリとかカッコアプリって俺全然いいと思うんですね、うん、女の子が見られる商売だからね。そう、しかも可愛くなるんだってそれに越したことないじゃないですか、うん、でもパチスロー商売にしてる以上、うん、なんかレバー右についてたり筐体の名前が反転してたり、なるほど、ね、うん、7逆向きになってるのって、うん、マジリスペクトゼロじゃないですか、うん、舐めとんのかって思っちゃうんですよ。そのてめえの可愛さをその闇柱めんどくせえ、なりわいより優先しやがったなって思っちゃうんで、俺ミュートにしちゃうんですよ。だってさ、例えばさ、こういう写真があるじゃないですか、 iPhone ね、編集をして、うん、加工をして、うん、反転ボタン押すだけでこれ反転するんですよ、うんうん、要は反転してる写真ってこれすれば元に戻るってことなんですよ、うん、で保存してツイッターにアップできるじゃないですか、うん、そうだね、この5秒の手間を省いてんすあいつら。はこの5秒の手間を省くほどのもんですかこの子は。僕らが愛する生配信だから、おいし、おめでとうね。ということでナイスティック、デビック5連続
収束、クマチャムが帰ってからだね。やめろそれ、毎回言うんじゃないよ。初当たり重め、しかし一番大事な単独レグは、5回引いてると。よし、まあまあまあ、でも単独レグなんでね。で、合成142分の1と。おいよいしょ、単独レグ、強えな、さすがに強え。あ、ただいま。あ、え、何？長かったっすね。え、長かったっすね、自販機。そんな遠いですか？あ、いや、ちょっとなんかその辺で今スマホいじってましたけど。メガネ食いじゃねえんだよ。そのガンチャンネル見てる人はガンちゃんがそのスロットのライターっての知ってんの？なんかコメント来るみたいな。あ、来る。あ、この人誰ですかって来る。初見ですとか、この人は何やってる人ですかって言われる。その時にスロマガのライターですって。いや、プロゲーマーですって言ったり。おちょける、ね、なんで？え、後ろめたいの？後ろめたい。いや、言うな言うな、後ろめたい。後ろめたい俺。すごいね、このご時世。迷いが一切なかったね。マスロライターですって言ったら離れるんじゃないかなって思うファンが。ゲームの方は言わないの？言わない。でも言わなかったらさ、コメントでみんなが言っちゃう。でバレちゃう。パスロライターマガジンの人だよってバレちゃう。バレちゃう。すぐバレちゃう。だけど、おい、バレましたー。あれ、レーグだ。無音じゃなかった。ごめんなさい。1 5.7%、2 10.5%、3 16.71%、4が 18.76% で、設定5が一番強くて 26.2%、次に強いのが設定6で 22.12% ということで、まあ、しごろの可能性が現状だと 60% 以上あると。ご飯いきます。お昼食べてきました。美味しかったね。いや、人のおごりって美味しいですよね。今日現場の、ね、責任者の方が来てくれてて、おごってくれたね。あ、僕の大好きな阿部さんですね。何それ、トゲがあるよね。なんで、なんでよ。何、トゲはないやろ別に。俺おごらなかったよねとか言ってんじゃねえ。違う違う、そういうことね。そう俺だってお金出そうとしたよ。え、自分の分やろ。そうや、もちろん出そうとしたよ。みんなそうやね、うん、出そうとしたでしょ。俺一回出したもん。いや俺も出したよ。いや出してる。いや、それは証言の違い。上の D が出したのは財布。俺はもう自分の食った分お金一回置いてるもん。財布から出して、小銭も出して。いや同じだよ。あ、自分の分です。そこは同じだよ。僕もお財布出してたから。お財布は出してた。俺はお財布出してた。なことよりもよ、上の D。え、もう、はい、クレジットとちょっとしかない。クマちゃんから LINE が来てましたよ。後半戦も頑張ってくださいって。これ来てないけど。え、え、え、追加と止まりましたよ。はい、1万4000円で止まってた投資がついに、はい、いや、おい、よかった。お願いします。また単独レグだ。まあ、可能性は少なく。おい、おい、おめでとう。ごめんなさいと。ごめんなさいとね。え、気を抜いておりました。申し訳ございません。すぐ謝ったね。あ、レグか。どちらかのレグ。おい。はい、よいしょ。お、ありがとう。飲まれた。え、あ、ちょうど、うん、戻ってきてね。当たろうね、かわいいね。おー、びっくりした。え、今日初めて会話できた。初めて会話した。なに、なんて言ったの？え、なんて言ってたの？あ、やっと会えたねって言ってた。はーい、うん、おめでとう。あ、直さなくていいもんね、俺はね。直さなくていいんだもんね。あたおか、あたおかだ。かわいいね。かわいいねじゃねえ。前乗り楽しくないですか？あ、いや僕もそうなんだけど、なんか人によっては前乗りしたくないって人いるからさ。なんか編集部の人に前乗りなんですけどってなんか申し訳なさそうにいつも言われるんですけど、うん、あ、前乗りっすかってちょっと俺テンション上がってるんですよ。すいません、2日はもうなんか前乗りでみたいな感じなんですけど、うん、いや、なんか旅行気分でいいんですけどみたいな。何回かあるって前乗り。3、4回あるかな。前乗りしてさ、前日何やってんの？会津若松か。ああ、はいはい。で、会った時はあの他のメンバーもいるから夜ご飯食べに行って、はい、でなんかヘミニクさんとかと一緒に飯食って、うん、ちょっとお酒飲んでお風呂入ってみたいなパターン、うんうん、でこの間小松さんっていう人と長野に行った時は、あの人か、あの、うん、もうホテルに着いた瞬間に、うん、なんか飯食いに行くかなとかすげえ思ってたら、うんうん、じゃあ明日の朝8時40分にここで
解散って言われて誘われてね了解ですとか言って一回ホテルの上上がって、うん、あのラーメン食って部屋戻って、うんうん、ゲームしてた8時45分にここでってなったってことは、うん、行かないよ行かないよってことだと思ったから触れてくるなよこの話これで終わり OK 触れないってなって一人でラーメン食ってホテル帰ったガンちゃんと前乗りしたってもう鳥取だけなんだけどさ鳥取は当日入りでえそうだ記憶改ざんしてないちょっと待って当日は始発の飛行機でなんかホテル泊まった気がするよあのホテルの思い出全然ねえけど前乗りじゃないのよあれ当日入りだっけ当日入りで2本やってるんだよえぐ当日入りで鳥取行って、うんうん、始発とかすげえ早い飛行機乗ってあ乗った朝12時ぐらいにホールついて、うん、着いた着いた9時ぐらいまで撮って、うんうん、なんか夜変なあの罰ゲームみたいなので山登らされて深夜1時に行ったわホテル戻ってきて朝6時に起きて9時からもう一回実践だったよだからかホテルの思い出全くないのよ、うんうん、バカだと思った俺えこんなに寝ないんだねって思ったんだよ多分ホテル着いたのってあの時1時にあそこ行ってたから、うん、1時半とか2時ぐらいでしょそうそっから風呂とか入るでしょ入るで3時ぐらい寝るじゃん寝るで6時に起きるんでしょでその日夜10時とかまで実践打つんでしょバカなんですかバカなんですかって思ったマジでそれなのに前乗り申し訳ないですみたいなテンションで来るから、うん、どっち前乗りの方がいいんだかってなっちゃうあれじゃないコンプライアンスがようやく遅えよ起動し始めたんじゃないって思ったねあーおいガコマシンガンやって俺より先に言うなって1回ぐらい言わせてよビッグ確定ですいやー151ゲーム俺が言うんだガコマシンガンでしたねビッグ確定です151ゲームは俺が言うんだ全部戻す OK 待とうなんかあれもやるえ告知系もやっとく一応これ見てくれてる人はほとんど、うん、そのツイッターもフォローしてくれてると思うんでだからここはフォローしてくださいじゃなくて、うんうん、いつもありがとうございます、うん、本当にという感謝の場にさせていただきましたありがとうじゃあ今回はもう募集なしで一応ですね YouTube でガンチャンネルってひらがなで検索するといやいや僕の金髪のアイコンと一緒にガンチャンネル出てきますので、よかったら、チャンネル登録のしていただければなと Twitter の方ももしよかったらフォローしてなかったらぜひガンチャンアットスルマガでやっておりますのでフォローよろしくお願いいたしますどうするすぐ飛びやすいように QR コードとか貼っとくハロー全部やろがっつり告知してんじゃん全部、うん、全部やろう、うん残り4000円今日バトンを渡されたってことは、うん、諦めるわけにはいかないまだいけるぞとここから出ていつだって運命を変えるのは次のレバー音なんだよ、はい、どんだけ負けてようが、はい、この一打で運命が変わる可能性があるんだよ、うん、今日何時終わるの5時あと何分10分ちょうどちょうどぴったりだから任せて言えるのにぴったりだったよそこじゃないの目指すとこそこじゃないのよ富士越なんだよぴったりなんだよ今日はおいわかんねえよここから全国区名出ることあるからよしすんなりビッグだってビッグ1ゲーレン5回やりゃいいでしょそうねだから今運命を変える第一歩目だねそう、うん、あと5歩かお前めっちゃいやいや待て待て待てすげえお前手お前5時に終わらせたいやつじゃんただよし何どうした 5時だなって5時だなって思った、うん、5時だなって5時なんだなって5時が来たんだなって何待ちもう実践終了か待ちなのいやうよただ俺は5時なんだな5時だったんだなってあと1000円あと1000円あと1000円よっおいあと1000円押すぜこれで0円よ残り84枚バトンを託すぜクマちゃんもよスッってなくなるこの1000円もうなくなったあのブドウとか揃わずにスッとあと4枚そうだろ早すぎるだろぴったり3枚これでラスト絶対ない絶対にない配置ありがとうございましたごちそうさまでしたということで、5時15分3万円食べ終わりました。ごちそうさまです。ごちそうさまです。ああ、美味しかったね。いやー、美味しかった。美味しかったね、楽しかったな。さあ、さあ、ホールの状況見ましょうか。見ましょうかね。うん。
さあ、それでは僕の実演は終わりましたが、最後にホールの状況だけ見ていこうかなと思います。この辺が強かったですよね。この21の18の台39回、2500枚ぐらい浮きっすね。今さすがにこの時間でこんだけ当たっててこれだったら俺あると思うんですよ。その3個左、左から2番目は11の17で28回で、なんか前回のあれですよね、サバスロー第2回も稼働にちょっと強かったって言ってたんで、まあ、その辺も注目してたんですけど、まあ、動いてないだけでもしかしたら稼働にみたいな感じで今日もどっか使ってるって可能性はあると思いますけど、でもなんかアイムもちょっとお客さんついてきたね。右も13の7、これが9の12、マイジャグの中で真ん中らへん、まだ言うて夕方なんでね、マイジャグの方も真ん中らへんが今出玉持ってますね。もしかしたら真ん中らへんから並びであるとかかもしんないですね。真ん中ファンキーも真ん中らへんですね。まあ、おそらくいつもと比べて真ん中寄りが強いかなっていう印象で、まあ、特にゴージャグ の9台ある中の真ん中がすげえ強いんで、本日はこちらで終了したいと思います。ありがとうございました。実戦終了お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ナイスファイ。いい戦いでした2年ぶりのサバイバルスロット、ね、もう今日の目的はもう達しなんなら午前中に達したんですよね。なんで久々に上野にとわちゃわちゃするっていう結果に触れようとしないっていう、はい、いやもう見てる人分かってるから3万円を預かりまして、そうですね、そうですね、朝、はい、これでなんとか増やしてくださいガンチャムお兄様ということで、あ言ってましたね、なくなりました1枚もなくなりました。いや、はい、ちょっと残ってるんでしょ、まあ、ちょあれでしょ、80何枚でしょ、80枚ぐらいぐらい残ってるから、次回くまちゃんは80枚で5000枚を目指していただくという形になりました。あと1回しかないんだよね。あの次回が最終回だっけ次回最終回、はい、で次回で達成できないとくまちゃんは当分出れない可能性があるんでしたっけ。いや番組自体が終わる、番組自体が終わる、でも5000枚達成できなかった時の罰ゲーム俺の時はできたんでしたけど、もうちょっと触れなかったけど、はい、その悲しい過去があったから、はい、デキンっていうルールはセカンドシーズンからなくなったじゃない。なるほど、ね、デキンはないんだけど俺の犠牲の上にあるのこのサバスロって。終わったじゃん、ためになった。まあまあまあ次回80枚からはい頑張って、どうすんのこの後 LINE すんの。え、いや誰が伝えたの。俺は言わない。いや俺はもう言えない。いやもうそろそろ怒られると思う後輩からマジでこれだけじゃないんです皆さん、アベンジャーズって企画があって紙面で僕20万負けてるんですよ乗り打ちでしこたまくまちゃまから乗り食いしてるんで、そろそろその時そろそろ殺すぞって言われても欲しくないぐらい負けてるんで。そうだよね、くまちゃまの方が頑張ってんだよね、はい、アベンジャーズ。そうなんですよダントツマイナスを叩き出して、はい、僕が足を引っ張ったことを伝えるわけにはいかないんで、なんなら次回の開始時まで内緒にしてください。言えないんだね。次回のオープニングで伝えて、次回のオープニングで言いづらいわ。なのでまあ、また機会があればね、そうだね、ぜひやったらと思いますけれども、はい、まあ、次回もくまちゃむ頑張ってください、うん、はい、まあ、ホールの状況めちゃめちゃ良かったんで、そうね、はい、まあ、この後見えてくると思いますけど、やれない状況じゃないと思いますね。くまちゃむなら5000枚出せると思います、はい、頑張れー。すいませんでしたすいませんでした主にくまちゃむごめんなさいすいません。